アントン・タリエリエビチ・シハルリドゼは、ロシア出身の男性フィギュアスケート選手で、政治家。2002年、ソルトレークシティオリンピックペア金、メダリスト。1998年長野、オリンピックペア銀メダリスト。1998年、1999年世界選手権、ペアチャンピオン。パートナーは、エレーナ・ベレズナや、マリア・ペトロワ。ロシア語読みでのせいは、シハルリゼが近い。 1992年、マリアペトロワとペアを組み、1992から1993年シーズンの世界ジュニア選手権では2位となった。翌1994年と1995年の世界ジュニア選手権では連続優勝を果たした。ジュニアクラスで活動する一方で、シニアクラスの欧州選手権や世界選手権にも参戦し、 世界選手権では6位入賞となるなどシニアでも活躍したが、1995から1996年シーズン終了後にペアを解消し、新たにエレーナ・ベレズナヤとペアを結成した。1996から1997年シーズン、ベレズナヤとのペアを組んで1シーズン目の欧州選手権で銅メダルを獲得。 翌1997から1998年シーズンには欧州選手権とグランプリファイナルを制し、初出場となった長野オリンピックでは銀メダルを獲得。オリンピック後に行われた世界選手権では長野オリンピック金メダルペアの草中沙子アンドアルトゥールドミトリエフが棄権する幸運があったものの、初優勝を飾った。 1998から1999年シーズン以降、世界選手権及び欧州選手権で、それぞれ2度優勝を果たし、2度目のオリンピックとなった2002年、ソルトレークシティオリンピックでは、不正祭典事件で揺れたものの金メダルを獲得。オリンピック後にアマチュアを引退し、プロに転校した2006年統一ロシアに入党し、2007年に、 サンクトペテルブルク立法議会議員に選出された。2007年12月2日、ロシア連邦議会国家会議議員に選出されている。現在、体育、スポーツ委員会委員長である、MKRU、2010年1月24日、更新2010年4月3日閲覧ハット SP2、FS1 位となり優勝したが、競技後のドーピング検査で、 エレーナ・ベレズナヤの服用した風邪薬が陽性と判断され、優勝記録の剥奪と3ヶ月の競技会、出場停止処分となった。ありがとうございます。